どうした？この姿を初めて目にしてわらわのことだとわからなかったのか。わらわはいかなる掟にも縛られず、自由気ままにこの属性を巡っている。故に行きたい場所も共に旅する仲間もわらわ自身が決めるのだ。人の世においてわらわの名は広く知れ渡っている。他の者の前ではわらわのことをカーンと呼ぶといい。